高知よさこいナイター大獣競争個人協賛競争です。福旦協賛、福旦地方巡礼特別メッセージです。高知は2回目の訪問になります。地方競馬の魅力を微力ながら伝えられたらと思い YouTube を始めて2年経ちましたが、おかげさまで登録が5000人になりました。多くの皆様に感謝の気持ちを送りたいと思います。3レース目は岡山から福旦さんの登場です。予想スタイルはデータ派ということで、 JRA と地方だとまた使うデータも違って独自の料理法に注目ですね。 YouTube チャンネル登録5000人おめでとうございます。今日のこの協賛レースを機会にますます盛り上がりを見せますように。協賛ありがとうございました。レースは A 級3組の1400m 戦、ここは7頭立てです。ヘニーオーザ、ベルッドテラス、ブルーリップグロス、クレスタラン、モルトベーネ、ケンキャクハーバー、マイネル、サリウエの7頭立てになります。人気は5番のモルトベーネが中心です。高知に戻っての初戦を快勝した前走 B 級2組のマイル戦、再び A 級に上がるという形になりました。2連勝を狙います。そして赤岡騎手、王手をかけている4戦勝をここで達成なるか。3連単5番4番3番で直前の1番人気大獣競争福旦地方巡礼特別ファンファーレを迎えます。ゲート入りは6番ケンキャクハーバー、そして3番ブルーリップグロスと向かって、最後は7番のマイネルサリウエです。高知よさこいナイター大獣競争福旦地方巡礼特別。マイネルサリウエ向かって、これで全馬が収まりました。確認を終えて係員が離れてスタートしました。コースタート、ケンキャクハーバーが切っていますが、かわして5番モルトベーネが出ました。自ら行きますか。内から1番のヘニーオーザ、そして3番ブルーリップグロスがこれに並んでいって、3頭1段、4番手が6番のケンキャクハーバー、あとは3、4馬身と遅れて4番のクレスタランが続いて、後方7番のマイエルサリウエと2番のベルットテラスです。全体は10馬身ぐらいの間隔。1コーナーのカーブ、まず 1000m 標識は25秒1で通過して2コーナーへと向かっています。3番ブルーリップグロスが出ました。倉金行くやつで1馬身半ぐらいのリード、2番手2頭5番モルトベーネ、そして内に並んで1番のヘニーオーザ、2コーナー回って800を切りました。2馬身差4番手に6番のケンキャクハーバーです。さあ、そして後方集団が動いていきます。7番マイネルサリウエ、内から2番のベルットテラス、間が4番のクレスタラン、ほとんど1段で600を切りました。3コーナーカーブに向かっています。3番ブルーリップグロスのペース、1馬身のリード、2番手内から1番ヘニーオーザ接近、外は5番のモルトベーネ、3頭が1段となってきて400を切ります。3馬身ぐらい遅れて6番ケンキャクハーバー単独の4番手、あとは2番ベルットテラスと7番マイネルサリウエの順、各馬が第4コーナーのカーブ。さあ、ここで5番のモルトベーネが出ました。1馬身2馬身のリード、2番手が3番ブルーリップグロスで残り200を切ります。この2頭から後続は開いて、6番のケンキャクハーバーが単独の3番手、その内から2番のベルットテラスが差を詰めて100を切りました。完全に抜けています。5番のモルトベーネ、高知競馬場に4戦勝ジョッキー誕生降臨。2番手は2頭、6番ケンキャクハーバーと3番ブルーリップグロス接戦。5番のモルトベーネです。赤岡修司騎手、また一つ大きなマイルストーンを踏みます。上がりの 800m は50秒7、 600m は38秒3、これが18,386戦目。94年10月デビューから26年と1ヶ月。その間の通算勝率が 21.7% という効率です。軽々と高知競馬の常識を超えていく赤岡騎手、またしても大きな記録、通算4戦勝です。内越有事厩舎151勝目、モルトベーネ快勝、2番手最後は6番、ケンキャクハーバー。首ぐらい出ています。内が3番ブルーリップグロス、3番手、4番手2番のベルットテラス。大獣競争福旦地方巡礼特別、確定までお手元の勝ち馬投票券は大切にお持ちください。